アイテム番号 SCP-181JT オブジェクトクラスセーフ特別収容プロトコル現在 SCP-181JT はサイト8125の SAFE クラス保管用ロッカーに被覆して保管されています。実験の際には担当レベル2職員の許可を得てください。SCP-181JT1 は D クラス職員以外によって視認されるべきではありません。説明 SCP-181JT は B0 サイズのポスターです。全体として白地で、上部に大きいゴシック体で、あなたの視力、落ちていませんか?という記述があり、中央に SCP-181JT1 が印字されています。右下部に、視力回復は、会の視力回復センターへ、という記述と、連絡先とおぼしき住所が記載されています。これらの団体は確認されていません。SCP-181JT1 を除いて、異常な特性は見受けられません。SCP-181JT1 はランドルト艦と認められる何らかの記号です。直径はおよそ7センチメートル。太さは1センチメートルと推測されています。このランドルト艦の切れ目を確認する試みは、現在まで成功していません。SCP-181JT1 は、本来であれば切れ目を判読できる距離から判読できる視力で視認された場合、視認した者の視力を判読できない者にまで低下させます。この禁止は永続的なものであり、至近距離から SCP-181JT1 を視認すると、著しい禁止、弱視に陥ります。これらの視力低下は熟成禁止によるもののため、急激な眼球の変形により網膜剥離などの病気を併発する危険性があります。カメラなど焦点を合わせる機構が存在するもので SCP-181JT1 の撮影を行うと、その機構部分が破損します。破損した状態では完全な撮影が行えないためか、写真によって写された SCP-181JT1 に異常な特性はありませんでした。SCP-181JT は通勤中の財団職員が、駅において発見したものです。当職員は良好な視力を持っていましたが、SCP-181JT1 を摂取しようとしたため、完全な治療を行うことができませんでした。SCP-181JT は速やかに回収されましたが、このポスターの存在について情報を知る者は確認されませんでした。回収される前に SCP-181JT の影響を受けたとおぼしき市民、現在判明時点で6名については、簡易の治療と A クラス記憶処置が行われました。ポイ181コウ SCP-181JT に印字された住所を調査したところ、パチンコチェーンの店舗のみが確認されました。これらの店舗に異常は見受けられませんでした。ポイ181オツ SCP-181JT1 に影響を受けた職員が当該住所を訪れたところ、会と書かれた病院が確認できると発言。店舗に近づいた瞬間に消失しました。所有していた携帯電話の GPS も消失したままで、現在も職員は発見されていません。SCP-181JT1 を撮影したカメラによって該当パチンコ店を撮影したところ、削除済み、撮影者の両腕は切断されました。これらの現象と、解については現在調査中です。